本能寺にて信長を討ち果たした光秀は、利光らと共に天下奪取を目論む謀反人として精力的に動く。手始めに公家に働きかけ、天下人としての大業を得る準備を進めると、近隣勢力を抱き込むべく使者を送った。また各地の反織田勢力に同盟を出し、地方で戦う織田家臣らの動きを厳しく牽制する。そうして天下をつかむ準備を整えながら、光秀は仇討ちに訪れる者の存在を心待ちにしていた。そしてついにその時が訪れる。光秀の目に映る旗印は秀吉のものであった。山崎の戦い。来たぞ光秀さん。やっぱり秀吉さんたちだ。やはりな。秀吉が天下をいただくに足る正気か否か、この目で見極めてやろう。もし秀吉さんにその器がなかったら。無論その時は俺が新たな天下を作るまでだ。その勢いよし。この利光殿の未来を開くべく、どこまでも邁進いたす所存にございまする。おう、俺もやってやる。親父と光秀さんの願いは必ず叶えないとな。心強いな。頼んだぞ利光、光希。お前たちは先に支度してくれ。俺も後ほど向かう。はっ、行くぞ光希。さみ、誰が俺たちの業を注ぐことはない。なればこそ信長、俺は。愛を果たす。一丁かまそうぜ光秀さん。我らは貨幣、地の利を得るが肝要だ。天王山を奪い、この窮状を打開せん。手はじめ、本陣周辺の敵を切り伏せ、戦線を押し返すぞ。この昇竜寺城は我らの要、必ず守り抜きましょう。やはり相対するは秀吉か。奴の野心の強さは随一。さもあれだ。相手にとって不足はない。奴の器、この目で見極めればな。
任せろ。旧敵明智光秀を必ずや討ち取るのだ。果敢に攻め立てろ。陣頭指揮は官兵衛が取っているようだが、どこに潜んでいる秀吉。迷いはないな。当たり前だろ。親父と光秀さんの願いは俺が叶えさせてやるからな。戦線は押し返した。いざ天王山へ打って出ん。天王山は延命寺川の向こうか。まだ兵を失うわけにはいかない。川沿いの砦を奪え。突出モノノフとしてゲのゲだな。壊そう。者どもいでよ。奴らの本陣を落とすのだ。任せろ。ソライよ。副兵か。カンパできぬとは。風は我らに吹いている。全軍壊そう。天王山へと進くせよ。天王山は羽柴秀吉がいただいた。時を稼いだ先兵たちには感謝しねえとな。空よ。秀吉、一足遅かったか。残念だ。さあ本陣を落とすぞ。開門。戦線を保てねば勝機はない。敵の渡河を防ぎきれ。撃て鉄砲隊よ。蜂の巣にしてやれ。全て切り伏せる。呼吸に恐れおののけよ。神代小兵景気よく打ち出せ。この音は敵の鼓だろうか。味方が蹴落されなければよいのだが、地の利は奪われ兵力差は歴然。この窮状いかに覆すべきか。俺の刃から逃れられると思うな。あばめるものか。全て壊そう。力及ばずか。おお、やりましたね。全て壊そう。俺の刃から逃れられると思うな。ひとまず被害の拡大は防げたな。策の妨害はさせない。貴様らの行動は全て計算のうちだ。殿の腕ならば
当然ゆえ。悔しいが、ここまでか。天王山からは俺たちの本陣がよく見通せる。石膏が潜んでいても不思議はないか。俺の刃から逃れられると思う。すべて壊そう。俺の刃から逃れられると思う。甘く見たな。この程度では俺は倒れない。殿、それがしは一度昇竜寺城まで退き、あえて前線を下げて敵を引きつけまする。奴らが本陣に気を向けているその隙に、殿は天王山へお迎えあれ。利光、決死の策に出たか。ならば俺は何としても敵本陣へ向かわねばな。見にかったか。ならば敵城視察もここまでよ。お命ちょうだい。睨んだ通りか。奴らはここで始末せねば。敵本陣への道を開く。迅速に敵を切り伏せよ。武装の刃、全ては破壊のために。敵将切り伏せと。ここは引こうか、あるまい。待てよ。これで敵に我らの毒は漏れまい。暴めるものか。相手ではなかったか。なんと見事な。昇竜寺に集まってるわ。すごせんな。目論見事潰してやれ。トシミツが本陣で頑張ってるんだ。その思いに応えねえとな。道は開けた。敵本陣へ急げ。我が命。全ては殿のために。敵はそれがしが一手に引き受けまする。イエトウシミツ、敵もろとも果てるつもりか。敗北条件変更。来たな。官兵衛殿の進言通りだ。門を閉め、奴らを仕留めよ。すべて壊そう。この襲撃も見抜かれていたか。天王山へ行くには敵本陣を潰さねば。本陣をおとりに我らを陥れる算段だったようだな。その動きも計算通りだ。勝利は俺たち羽柴のためにある。この地で果てろ、謀反人め。策が看破されていたとは。利光、無事でいてくれ。無念なり。どうしたよ。討ち死に。逃がさ
しいが、ここまでか。見事だな。打ち切り。敵本陣は我らの手に落ちた。秀吉、天王山にて待つがいい。開門。見えた。敵の兵数想定以上だ。内情を探りきれなかったのか響いたか。殿、急ごうか。悔いなき選択を。討ち死に。見えた。斎藤利三、その中心に敬意を表す。残るは光秀だ。必ずや討ち取れ。開門。利光、お前の覚悟無駄にはしない。利光、くそ。かっこつけやがって。本陣が落ちた俺たちに残された時はわずか。秀吉との決着を急がねば。本陣は落ちた。これ以上抗う。打ち死に。この城は羽柴の手中に帰した。兵端も断たれ、明智はもはや虫の息だろう。面目次第もございません。暴めるものか。叶う相手ではなかったか。どけ、カズージ。俺たちは秀吉を倒さなきゃならないんだ。主に言いつき、俺はお前を始末する。貴様、今さら何をしに来た。この地は羽柴の手に落ちたというのに。主君自ら仇討ちか。この後に及んで情に流されるとは。物のふとして下の下だな。失ったものに皇帝はしない。俺が刃を振るうのは全て使命のためだ。倒そうと秀吉様の勝利は揺るがない。いたず面に抗わないことだ。言っていろ。俺は己が使命を全うするのみだ。なんと見事な。光秀様、申
し訳ありません。討ち死に。よう来たな。さすがはオイラの出世がたきだ。決着をつけようぜ光秀。武装の刃全ては破壊のために。お前の考えなんて関係ねえ。石浦様の敵を討って天下をつかめ。ただそれだけだ。やってみろ秀吉。お前にそれだけの器があるならな。信長殿、ご一心どうかお果たしください。討ち死に。止まりはしない。いつきお前が光秀についてどうするよ。あいつはお前の親父を倒した仇だぞ。俺は親父に託されたんだよ。光秀さんと共に乱世を見届けろってな。一瞬だ。信長様の敵を討って必ず天下をつかむんだ。ここで引いてたまるかよ。討ち死に。見えた。次の天下を担うのはこの羽柴秀吉だ。合わせろ光秀。断じてお前じゃねえ。お前の覚悟しかと受け止めた。ならば俺も死力を尽くしお前を撃つ。俺の刃から逃れられると思うな。急げ。殲滅せよ。あまり全て壊そう。くそ、こんなところで。その程度か秀吉。残念だ。貴様の器、天下には届かぬようだ。ここまでか。秀吉様。主。勝ってもこのざまだ。ありがとな、お前たち。秀吉様、大将首を。もういい。秀吉様。死ぬな。しっかりしろよ、光秀さん。あんたはまっすぐすぎるんだ、昔からな。信長様の仇討ちはなった。引き上げるぞ。We'll be right back.
おい、喋るなよ。傷が開くぞ。ほら、ちょっと休め。でな、おい、なんだそれ。なんだそれ。おお、悪い。そうなのかしら。いいわね、とても素敵だと思うわ。なんだよそれ。だろ、俺もそう思ってたんだよ。俺の希望は